円州習灘は太平洋にある海域の名称。競技には静岡県遠州のお前崎から愛知県東三河の伊良ミ岬までの約 110km。講義には静岡県伊豆の伊良崎から三重県南西の大王崎までの約 180km の海域を意味する。東東海灘、天竜灘とも呼ばれる。主に遠州、すなわち旧東東海国に面することからこの名が。 つけられた。お前崎から、伊らゴミ崎までは、砂丘が広がり、ウミガメが産卵に訪れる浜辺として有名である。このうち、浜名湖伊勢の砂浜の海岸を、片浜十三里という。冬には強い西風が吹き、浜松凧や横須賀凧などのたこ揚げや、風力発電に利用される一方、波荒く、避難港が少ないため海の難所となる。お前崎周辺は、 ウィンドサーフィンやボディボードなどマリンスポーツのメッカとして世界に知られている。なお、演習灘一帯は波が荒いため全域で遊泳禁止である。海上保安庁が発行する日本の水路寿司にも演習灘として掲載されている。なお、演習灘東部では海岸線から12海里まで日本の領海だが、西部では浜名湖の今切れと島半島の大王崎の間に、 基線が設定されており、これより北西側は海洋法上日本の内水とみなされるため、領海の範囲が通常より広く取られている。円州灘沿岸の市町村を東から順に列挙する。マッコウクジラの骨格標本。ありがとうございます。